本当に喋るの苦手なのでもう歌に行きます。時間が全部思い出にしてくれる、それまでのことどうにか気をかけて、していこうかなっていう風に考えた時に、私の心の中に一番強く思ったことが、歌いたい、歌手になりたいっていうことでした。